はい、おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望波動、今回は信長の野望波動公式生放送ショートバージョン2023年4月25日火曜日にね、やったものをまとめましたので、そちらをお送りしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それではね、早速お話ししていきたいと思うんですけども、今回はショートバージョンということで、だいたい30分ぐらいのサクッと終わる生放送でしたね。で、内容はまあチラチラありまして、新情報もありましたので、まあ順番にお話ししていきます。で、いつも通りね、最初は目安箱ということで、ユーザーの質問に答えるコーナーがあったんですけども、まあね、ロード時間長いのなんとかなりませんかとか、まあいろいろあったんですが、ほぼ全ての回答ゼロ回答でした。頑張りますとしか言ってなかったですね。はい。って感じ。まあそんな中でも、毛利元就対策として、まあ秘伝をね、集めたいんですけど、レアとノーマルでしか手に入らない秘伝をつけたいんですけど、まあ1日10回のガチャじゃたまらんということで、今後、秘伝がイベントの報酬で手に入るようになるというのが、まあ質問コーナーであった。大きな一つの、お答えかなと思ってまして、まあこれは加わるのはよろしかろうとですね。で、あとは大名家のバランスについての質問に対して、シーズン3はという回答がありましたね。シーズン2は、まあ後で説明しますが、ちょっと、一番最下位の方のね、大名家に対して対策が入るんですけども、まあ今後、シーズン3に関してはっていうところで話してました。ですね、三国志波動と同じなんですけども、事前希望登録制になります。これは個人単位でですね、一問単位ではございません。そこだけ注意してくださいということでした。まあまだ予定っていうことで変わるかもしれませんが、まあこれによってね、一問全員で一人も欠けず引っ越すってことはちょっとなかなか難しくなるんじゃないかなとおっしゃってましたね。はい。まあ人気のない大名家に行きゃなんとかなるんじゃねぐらいの感覚値でしょうか。戦力に応じて大名家格差がないように対乱するって言ってましたね。なんで1万の人が10人いているのと、戦力10万の人が1人いる、これがイコールになるみたいですね、ざっくり言うと。はい。まあそういう感じで、大名家うまくバランス取るように来シーズンシーズン3はしますよっていうのが具体的に言ってた内容はこの2つだけでしたね。はい。まあしょうがないかな。はい。では次、ね、向こうからね、出してきた新情報なんですけども、まずこちら。山城国、室町御所開放ということで、シーズン開始62日目、16年目の夏？もうすぐかな？今、いくつだっけ？もうちょっとか。あと、2年ぐらい。2年ないぐらいか。で、室町御所が開放されますよというところでございましたね。まあ、まあ、ここはね、上位の一門さんしか、あんまり関わりがないところなので、さらっといきます。はい。で、次。で、上位の発令ですね。室町御所を所有すると、一門や大名家に影響を与える上位を進言可能ということで、室町御所を制圧した一門さんしか関係ないと。まあ、発令された上位が、その様の全プレイヤーに影響があるので、あるっちゃあるんですけど。まあ、さあ、どんな上位があるのかなっていうのは、まあ、発令されてから気にすれば、一般プレイヤーはいいと思います。で、三つ目、大名家支援ですね。こちら、劣勢の大名家に所属する領主への支援と、大名家の威信に応じて以下の支援が実施されますよと。一日に一回、軍令書を獲得できますと。一日に一度、待機兵士を獲得できます。あと、事業移転令の消費数が減少と。今ね、一番遠いところに、移転令飛ぶと5使うんですけど、それが最大2になるっていう風に生放送の中ではおっしゃってましたね。はい。まあいいでしょう。まあまあこれやっても、もうね、皆さんお気づきだと思いますが、焼け石に水ですね。もうシーズンにはもう、無理でしょう。これやったからって、うん。5位の大名家がじゃあ4位、3位、2位に食い込めるかって言ったら、うん、無理だよ。人数差がひどいんだもん。だって。ですね。はい。まあ、しょうがねえな、これは。シーズン3に期待かな、というところですね。で、今回の一番の目玉はこちら。はい。新武将、島津義弘と、鬼島津ですね。ついに出ますよ、というところでございます。SSR、テンプ900で出てきまして、足軽 A、騎馬 B、弓 C、鉄砲 S と、戦力5313ということなので、まあまあ、いい方かな、というところ。
で、先方が鬼島津で武勇系の攻撃になってます。間隔35秒で連鎖、基礎連鎖が 16% で連鎖陣遅いとなってますね。で、味方3部隊に、先方威力累加 3% を付与して、対象を含む敵3部隊に武勇 250% ですね。武勇かですね。で、あと防御 25% 低下して、自身の攻撃速度を 20% 上昇と。うん、これ信長とか松永瀬秀とかとそっちと同じ系統のやつ持ってきましたね。うん、生放送の中でも話してましたけども、まあ、先方を打って防御力を低下させたところに通常攻撃をボコスカ流ると。で、技能が希望ですね。威力が 50% 以下の時、部隊の攻撃速度と先方発動速度が上昇という感じになってます。希望はね、山本勘助だけですね、今のところ。なので、まあ、島津義弘引いた人は、まあ、山本勘助と合わせるのはいかがかなと。まあ、確か、足軽が山本勘助も A なはずなので、そうですね、足軽が A なので、まあ、足軽で希望を合わせるのはいいんじゃないかなと思います。はい。で、江西が島津家鬼、武変者長寿鉄砲名人ということで、まあ、組ませるとしたらやっぱり鉄砲名人と島津家で合わせるのがいいんじゃないかなとは思いますね。うん。前回出たね、島津義久と合わせればいいんじゃないかなとは思いますね。はい。まあでもね、義久は知略攻撃なんだよね。でもこっち武勇攻撃なんだよね。なのでちょっとちぐはぐというところかな。鬼持ってるね、鉄砲 S が一人もいないので、ちょっとなかなかねって感じ。てかそもそもね、鉄砲隊で使うことになると思います。まあ足軽で使ってもいいけど、足軽で使うんだったら、まあ鬼とか超寿武変もの、まあ組み合わせられるけど、せっかく引いたんだったらね、鉄砲隊使いたいかなとは思いますが、ちょっと今までの出てきた武将と兵会将を考えると、ドンピシャっていうのはパッと出てこないかな。もう義久ぐらいだね、本当にね。はい、こんなとこですね。生放送の情報はこんなところでございますと。あとあれか、一応ね、また番組内でくじ引き引いて生放送のプレゼントということで、名称投与助10枚と SSR 確定チケ1枚で、玉鋼200個に銅線4万に交流ポイント5000が、皆さんにメールで送られてると思いますと。もうね、全然最近波動やってますよ。波動やってますけどね、もう動画になるようなことがなくてね、ほとんど上げてないんですよね。まあ今回の生放送でなんか変わったらね、もうちょっと動画頑張ってあげようかなと思ったんですけど、なかなか厳しいかな。あとはシーズン3に期待かな。まあ、なんか次回大型アップデが入るみたいなこと言ってましたんで、生放送でね。まあ、次のその大型アップデに期待かな。はい。それでは今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。